田見国長公医師。聖中元年事件によって、史術と太平記の双方で戦死した武将田見国長の関連史跡。聖中の変は、鎌倉時代後期の元寇4年9月19日に、五代醐天皇とその腹心の日之助とも、日の都市が鎌倉幕府に対して倒幕を計画したという疑いをかけられた事件。変という故障では、 五醍醐がこの時点で当幕を計画していたのが確定的であるかのような印象を招き中立性を欠くため正中元年事件という呼び方が適切ではないかという主張もある。4ヶ月に及ぶ幕府の調査の結果五醍醐と都樹は冤罪とされ公式に無罪判決を受けた。しかし、スケトムは有罪とも言えないが疑惑が完全には晴れないので無罪とも言えないとして 曖昧な理由のまま佐渡国へ恩礼となった。この事件の7年後に、原稿の乱が勃発し、9年後に幕府が滅亡することになる。なお、事件発生時の元号は、原稿であるが、この年の12月9日に改元があって、成中元年となった。そのため、成中の元号をつけて呼ばれる。この事件に対する解釈について、二千十年代まで通説とされたのは、 軍記物語、太平記による、倒幕説である。五醍醐天皇は、天皇家の異端児にして倒幕に執念を燃やす、不当不屈の男であり、無罪判決は、幕府の弱腰姿勢のためだったという。一方、新説として、2007年に、日本史研究者の川内昌介によって、冤罪説が唱えられた。河内によれば、五醍醐は父である、 後座上皇の意思を継ぐ堅実な天皇であり少なくともこの時点ではまだ倒幕を考えておらず鎌倉幕府との融和路線を堅持していた後醍醐派逮捕は後醍醐の朝廷での政敵である大覚寺等着流国吉親王派もしくは寿命院等側から仕掛けられた罠であったというなぜ助友が留罪になったかといえば後醍醐派を完全に無罪にしてしまうと 幕府側の捜査失態の責任が問われる上に、国吉派、寿命院等まで新たに捜査せざるを得ず、国家的非常事態になってしまうので、事件をうやむやにしたかったのではないかという。すなわち五代五派が被害者であり、取り立てた失態もないのに、自派だけ損害を受けた形になったという。2010年代後半以降、河内の冤罪説を支持する研究者も複数、現れている。 本説では2007年に実証的研究をもとに日本史研究者の川内昌介によって唱えられ2010年代に亀田敏和御座雄一から大枠で支持された説を示すこの説では本事件の解釈は以下のようになる鎌倉時代末期皇統は大覚寺等と寺明院等に分裂していた大覚寺等の天皇である五代醐天皇は 松代の英主と称えられた父の五田上皇の政治路線を引き継いで訴訟制度改革に取り組んでいた。後代後はまた、懲爆協調を施行する融和的な君主で、関東盟主次である前大将大臣、西恩寺実験の娘の西恩寺義子を中宮のとしており、正妃の義子と岐阜の実験の影響力を通じて、幕府との友好路線を堅持していた。しかし、 現行4年6月25日に、五宇田が放御すると、大覚寺党の順直系である五大碁と、静着である老いの皇太子、国吉親王との間で、大覚寺党内での後継者争いが、徐々に表面化してきた。この争いに対し、国吉派もしくは寿命院党は、五大碁が当枠を計画しているという虚偽の情報を、流すことで、五大碁の失脚を図った。同年九月十九日朝、 時志望流の武士である時来院は、寿命院頭の意を受け、妻の父である六原短大奉行人の斎藤俊之に、倒幕計画を密告した。俊之からの報告を受けた六原短大は、実行犯とされる田地国長と時来優に出頭を要請したが、両者はそれを拒否したため戦いになり、最終的に両者は自害した。こうして、倒幕計画の証拠は、 内院の自白のみが残った。しかし、仮に内院の主張が正しかったとしても、倒幕の軍事力は、国長来遊、内院の弱小な三部省に過ぎず、疑わしさが残るものだった。そこで、六原は同日午後、五代後醍醐派の区下である、日之助とも、日之都市に出頭を要請して、調査を進め、両人はこれに応じて拘禁された。五代後醍醐天皇は、 鎌倉幕府への釈明のため、9月23日に、福神、後の三夫佐の一人である、までの工事先坊を関東に派遣し、10月5日に鎌倉入りした先坊は弁明を行った。一方、先坊と入れ替わりで、国吉派の六条友中が京都に帰還し、皇太子、国吉新王に、吉報を伝えた。ここから推測すると、9月下旬から10月上旬には、 幕府首脳部は、五代五有罪、国吉即位に決まりかけていたと考えられる。しかし、五代五が、千亡を通じて幕府に告げたのは、謝罪ではなく、真の無本人を捕獲せよという命令だった。10月22日、千亡は帰郷し、五代五無罪の判決を報告した。これは、幕府側が、五代五の命令に直接駆使したわけではなく、慎重な調査の結果、本当に、 五醍醐が冤罪だったと判明したからであると推測される。なぜなら、大覚寺党政卓である国吉と寺明院党に比べれば、五醍醐の立場は脆弱であり、本当に五醍醐が倒幕を計画していたとすれば、幕府が五醍醐に配慮すべき理由は何もないからである。五醍醐天皇無罪判決の後も、側近の日之助ともと日之都式は、 ブレイという身分秩序を無視した茶会を開いたことを、口実に鎌倉へ護送され、取り調べが続いた。これは、事態をうやむやにしたい幕府の意向があったのだと、推測される。もし五代五派を完全に無罪としてしまうと、今度は黒幕として、寿命院党や国吉新王を操作せざるを得なくなるが、すると天皇家内部での明確な敵対が世間に明るみに出てしまい、 天皇下と一定の距離を保ちつつ、秩序を維持したい幕府にとっては最悪の事態になってしまう。そこで、大いもない風紀問題を口実に、助とも、都市記を捕獲して、政治的判断を下すための時間を稼いだのではないか、と推測されている。しかし年が明けた、小中2年1月には、五代五派、国吉派、自命院党はおのの死者を鎌倉に走らせ、 三党の政治的対立は激しさを増していた。幕府首脳部からの助友と都市の処遇については、仮決定段階では、都市は完全な無罪とするものの、助友は無罪ではあるが流刑とするという奇妙な処置に決まりかけていた。しかし、幕府最大の実力者である長崎延期が助友の有罪を強行に主張した。そのため、同年2月9日、都市は、 疑わしい点もあるものの証拠不十分で無罪。佐渡は有罪とも無罪とも言えないので、佐渡国に流刑とするという正式な判決が下った。二人への刑罰そのものは変わらないが、佐渡が完全な無罪ではなくなったのが、仮決定との大きな違いである。佐渡和人をスケープゴートにして、手打ちにすることについては、事前に幕府から五大五天皇へ打診があったと見られ、五大五は、 しぶしぶこれを飲んだのだと考えられる。こうして、誰が、本当の黒幕だったのか何もわからないまま、聖中元年事件は幕を閉じた。聖中元年事件が大事件になったのは、幕府側の初動捜査の失態及び、解決方法の曖昧さだった。にもかかわらず、幕府の長崎延期はその後も大覚寺と、国吉新郎派を支持したため、五代醐天皇は一定の反感を覚えた。しかし、 五醍醐はなおも、関東猛出義の西恩寺家の影響力を通じ、幕府との友好路線の維持に努めた。五醍醐は五三祈祷を行って、中宮の,の西恩寺義子との間に御子を設けようとしたり、母方が西恩寺家冒険で、性格も聡明な第二王子のセラ神皇を後継者に立てたりした。元徳二年頃までは一貫して五醍醐は、新幕派だったと見られる。しかし、結局、 夫妻の努力にもかかわらず、聖比のヨ子との間に巫女は、生まれず、セラも、また運悪く数え25歳以下の若さで、玄徳2年に皇居した。これが、玄徳3年、玄孔の乱に繋がっていくことになる。本説では、軍記物語、太平記に橋を発し、20世紀後半に、日本史研究者の佐藤真一や阿美野義彦によって、発展された、2010年代時点での、 高校教科書的解釈を示す。この説では、成中の編は、1回目の倒幕計画となる。なお、太平記説の中には、実証的に、ほぼ明確に否定されている部分もある。しかし、太平記説と倒幕説を明確に切り分けることは、困難であるため、ほぼ確実に否定されている部分もまずあえて知るし、より歴史的事実に近いと実証的に示される点については、 大括弧で補起を加えた。鎌倉時代末期、皇統は大覚寺党と寺明院党に分裂していた。大覚寺党の天皇である五代醐天皇は観念論的、独裁者的な性格の異行の天皇で、父の後宇田上皇とは像をしあっていた。五代醐は天皇神聖の理想を志し、即位当初から幕府打倒を目指す闘争心あふれる君主だった。五代醐は 関東文史次である前大表大臣、西恩寺実験の娘の西恩寺義子を中宮野としたが、義子を剣をし、全く手をつけなかった。実際は、義子との間には、禁止内親王という御子がいる。代わりに、五代子は、あの蓮子という側室を純三宮という中宮野に、純汁くらいにつけ、義子を差し置いて長愛したため、国政は腐敗していった。実際は蓮子が純三宮になったのは、 吉子の放漁語である。現行2年春頃後五大碁は、吉子の五三祈祷という名目で譲って、幕府打倒の図装を行った。実際は五三祈祷が行われたのは、成中の変より、後の火薬元年以降。さらに、五大碁と側近の日之助とも、日之俊樹らは、ブレイコという器をはべらせた、みだらな主演を開き、倒幕の志士を集めた。 実際のブレーコーは学芸に優れた祭人が集まった、茶会。古代語は、時氏着流の武将である、時頼貞や、その親族の田嶋国長を味方につけ、倒幕を図った、実際に関与を疑われたのは、時氏着流の頼貞ではなく、冒険の時来優。しかし、時来院が、妻の父で、六原丹大武行人である、斉藤俊之に密告したことにより、 当幕計画は事前に発覚した。そして、現行4年9月19日朝、頼貞や国庁は、六原に攻められて自害した。助友と都樹は、証言者となる頼貞や国庁が戦死したので、自分たちに、類は及ぶ前と楽観視していたが、半年以上にわたる捜査を進めてきた幕府によって、小中2年5月に捕獲された。実際は、生中の返答術に、助友、 都市記は、幕府の取り調べ要請に素直に応じて出頭している。弱気になった五醍醐は、同年7月7日、幕府に、謝罪の書状を送った。実際は、謝罪文ではなく真犯人を探し出せという、命令文だった。幕府の重臣の二階堂道運は、恐れ多いとして、書状を返却しようとしたが、特捜の北条高時は無理にこれを、斉藤俊之に読ませた。すると、 年行は突然鼻血を出して7日間のうちに死んだため、人々は、神仏のたたりだと噂した。実際の年行の命日は、成虫の変が集結して1年以上後の火薬元年5月。こうした事件や、直死のまでの工事戦亡の釈明によって、幕府は、弱腰姿勢になり、五代後醍醐と俊樹には、無罪判決が下ったが、助友は、流刑となった。このように、太平記節では、 政中の変が集結したのは7月7日以降だが、実際は2月中に集結している。こうして1回目の倒幕計画を阻止された後代醐天皇だったが、不当不屈で執念深い後代醐は、7年越しの倒幕計画を立て、原徳3年に2回目の倒幕運動である現行の乱を起こすことになる。田上皇本説では、2007年、 日本史研究者の川内翔介が唱えた演罪説に沿って再構成した経緯を記す。同説は2010年代後半時点で亀田敏和や五座雄一らによって大枠で支持されている。鎌倉時代後期、五佐が天皇の後、皇統は大覚寺統と寺明院統に分裂しており、互いの皇統から天皇を出しつつも両派閥で構想を繰り広げていた参照。 このような中、文法2年2月26日に戦争して、天皇位を継いだのが大覚寺塔の五代醐天皇である。川内昌介は、五代醐の人物像について、以下のように主張した。現行四年当時、皇位は天皇である大覚寺塔順直系の五代醐と、皇太子である大覚寺塔政着の国吉親王で、占められており、寺明院等に対し、大覚寺塔は、大きな成功を収めていた。 ゴウダ条項は、この3年前、国吉に、この安人新郎が生まれた後に、自転の君を五代醐に移譲していた。河内の推測では、これは五代醐に経験と権威を積ませ、大覚寺島静着と順直系の両輪体制を作ることで、寺明院等側の新郎が立体視されることを防ぎ、高等を大覚寺等に一元化することを狙ったものではないかと、いう。ところが、 同年6月25日に、ゴウダが放御すると、国吉派と五大王派の足並みが乱れ、どちらがゴウダの後を継ぐかで争うようになった。これは、必ずしもどちらか一方が正しいというわけではなく、ゴウダの遺言は、どちらとでも解釈可能なものであり、むしろその曖昧性のために両派閥は、ゴウダ後継者の地位をかけて争った。無論、大寺の内という絶好の機会を、 衰退しつつある寿命院党側も見過ごしてはいなかった。河内の主張によれば、このような混沌とした状況に対し、大覚寺党国吉派もしくは寿命院党から五代醐天皇に暴略を仕掛けたのが、正中元年事件である。後座雄一は、特に寿命院党の方がどちらかといえば、怪しいとしている。つまり、五座という長を失ったばかりで混乱している、大覚寺党に構成を仕掛け、 五醍醐が、倒幕計画を企んでいるという噂を流し、天皇くらいから引きずり下ろそうとしたのではないか、と推測した。事件当日、編集国宝詩本着色花園天皇像、京都町福寺像この事件に関わる武士はすべて時し、関係者である。以下に図を示す。冤罪説に沿って、花園天皇日記原稿4年9月19日上の、 記録を再構成した場合、以下のようになる。寿命院等もしくは、国吉新王派が五代五を陥れる、計画の実動部隊として働いたのは、時左近倉ラインという武士である。ラインは、現行4年9月16日、妻の父である斉藤俊幸に、以下のような残言をした。斉藤俊幸からの情報を受けた六原丹大は、現行4年9月19日朝、 田ジ国長と時雷ラに出頭命令を出した。国長と雷イはこれを拒否したので合戦となり、その末、両者は取り調べを受けないまま自害した。この事件の真相を知るには、国長と雷イの弁明が必要だが、六原は両者の捕獲に失敗して自殺させてしまったため、結局はライの自白しか証拠がない。しかし、日本史研究者の川内昌介によれば、 仮に、内院の倒幕説が正しかったとしても、倒幕軍は、時氏書流のみであり、六原を滅ぼすに足る兵力とは、到底言えない。また、国長が実際に、延逆寺、幸福寺や、他の武士を誘っていた実証的証拠もないという。このように、内院の主張は鵜呑みにするには、疑惑が多く、幕府、六原丹内は検証のため、五代五側である、日之助とも、 日野都市記の弁明も聞こうとし、また、都市着流側にも調査の手を進めた。9月19日午後、六原短大は関東申出に、西恩寺実行を通じて、日野助とも日野都市記の交流を朝廷に要請し、同日夜に両人は六原に出頭した。9月26日、結城宗弘所長によれば、9月23日に初めて、 鎌倉の幕府中枢部は事件の発覚を知った。同書上によれば、まず権威がかかったのは、元宝規神の時寄り貞で、幕府は鎌倉にある頼貞の縮小を捜索したが、不在だった。この後、頼貞が処罰された形跡は見当たらないため、河内によれば、頼貞は冤罪であるとすぐに判明したのではないかと言う。この書上によれば、 幕府に頼りのことを残言したのは、六原丹大ではなく、斉藤俊幸なる人物であった。河内は、花園上皇が聞いた、頼り無本人説も、俊幸が広めた情報に由来するではないかと、推測している。東幕説のルフ、編集門官房広市新海岸、憲本着色後第五天皇御像、重要文化財、神奈川県藤沢市成城三寺像はじめ六原、 丹大は、五代醐天皇無法説を信じ、これを触れ回った。清中元年事件に勢いづいたのは、寿命院頭と国吉親王派である。9月23日、五代醐天皇は、釈明のために、までの工事戦法を鎌倉へ向かわせた。10月1日、助友が自白してついに罪を認めたという噂が流れた。しかし、河内によれば、 その続報がないため、これは誤報であると考えられ、この後の展開を考えれば、助とも、都市記は容疑を否認し続けたのではないかという。後大醐直視のまでの工事戦亡は10月5日に、鎌倉に到着し、足立事件と長崎延期から厳しい取り調べを受けた。後大醐が、幕府宛に戦亡に持たせた臨時は、激臨もって、花肌足で始まる気丈なものであった。その内容は、 当位である、鎌倉幕府に対し、聖主である自分に、無本の疑いをかけたことを叱責し、罠にかけられたのは、自分の側であるから、真の無本人を捉えよ、と幕府に命令するものであった。この臨時の文言は、関石からの引用で埋め尽くされていて、花園上皇は、総長の文体のごとしと評している。後代後が、てっきり、陳謝するのだろうと思っていた花園は、 内容に驚いたという。事件発生当時、鎌倉には国吉新能派の六条 y o が駐在していたが、y o は10月13日に京都に帰還して、国吉にご吉事を伝え、間もなく幕府の使者が上京して、正式な方針を発表するだろうと告げた。川内昌介の推測によれば、9月下旬から10月上旬には、幕府は五代五代位、 国吉即位の方向で決まりかけていたのではないかという。ところが、10月22日、五大後醍醐側近の戦亡が京都に帰還しすると、事件の流れは大きく変わった。戦亡が持ち帰った結果は、五大後醍醐への処分は、無意という幕府の裁定だった。河内は以下のように主張する。そもそも、五大後醍醐無本の証拠は、時来院の密告以外には存在せず、六原は、 その検証を後回しにして刑や幕府に広めてしまった。無本が真なら、五代五代は、大覚寺と国吉派と寺明院党の両方に望まれていることであるから、幕府は遠慮なく五代五を処分したはずである。そうならなかったのは、幕府が事件後に十分な検証をした結果、五代五の無本は本当に冤罪であると認定したためであろう、という、東幕説演名、編集、 日野助友後五代への無罪判決の後も、日野助とも、日野都市への取り調べは続いた。先方が帰郷した、その22日、助友ともと都は、幸政法師という人物と共に、鎌倉へ送られることになった。さらに、10月29日、高倉半春が、田嶋国長の演者として、鎌倉で事情聴取されることになった。 花園天皇日記11月1日上によれば、これは、スケトモらが開催していたブレイコーという宴会の参加者名簿の落書きが、六原短大に投じられたのがきっかけで、その参加者をひとまず鎌倉で取り調べるということになったためであるという。名簿には、後期の人の名まで載っていたという。その落書きを書いたのは、スケトモ、トと共に、 鎌倉に送られた、夕宮日であるという噂が立っていたが、真偽は不明。この頃、源ため森と、里氏市赤月帽子という人物も鎌倉に送られるという風文があったが、それは誤報だった。この間、寿命院党の花園上皇は、後醍五が、真の無本人を捕獲せよと幕府に命じたことに、動揺しており、世間粋糸の外たなし、君臣皆これ狂人か、 五醍五派をののしっている。河内によれば、五醍五の意見が幕府に受け入れられれば、今度は一転して、花園側が追い詰められることになるため、焦ったのではないか、という。河内は、五醍五が無罪となったにもかかわらず、入れ替わりで、助智、都市キラが鎌倉に送られて、取り調べを受けた理由については、問題をうやむやにしたい幕府の意向があったと推測する。調査の結果、 五醍醐が冤罪なのは判明したが、もし完全に白としてしまうと、今度は逆に五醍醐に暴略を仕掛けた、寿命院党や国吉新郎に対し、捜査を行わければならなくなる。そうしてしまうと、問題は五醍醐大対幕府にとどまらず、朝廷の内紛という国家を揺るがす事態が明るみに出てしまい、幕府にとって最悪の結果になってしまう。 そこで、ブレイコーというあいもない風紀問題を口実にして、スケトモ、都市記の交流を延長し、政治的判断を下すまでの時間を稼いだのはないか、という、事件の決着、編集、日のスケトモが流された絶海の孤島佐渡島の位置、その後の3ヶ月間、スケトモらの取り調べの詳細は不明である。年が明けた、小中2年1月13日頃には、 生中元年事件を契機に、五代醐天皇と老いの交代し、国吉親王の政治構想は表面化していた。この頃、両者はたびたび死者を鎌倉に送っていたので、世人に、競馬と呼ばれていた、と花園上皇は批判している。もっとも、花園が即する、寿命院党の御伏見上皇も、清掃に勝利するために死者を走らせていた。うるう1月7日、花園上皇は、 幕府の仮決定を知った。それによれば、1、助友も、都市機の倒幕計画は完全な冤罪である。2、助友もは佐渡国に入るする。3、都市は無罪。4、幸正政は追放という内容だったという。花園は、助友もが冤罪なのに、佐渡への流刑という不可解な決定に、不審であると驚いている。花園天皇日記同日上裏書きによれば、 長崎延期も、この裁定に不審と驚いたらしい。延期は、助友の書状なる者に、まだ疑惑があるのに、冤罪判決が下りそうなのは、助友が恐怖したので上場借料があったからだろうか、と、密かに断じていたという。この時点では、幕府首脳部の多数意見は、助友冤罪だったと見られる。2月9日、幕府は正式な結論を朝廷に報告した。に関しては、 完全な冤罪という仮決定から覆り、以前からたびたび不義暴虐のことがあったので、疑わしいことが全くないわけでもないという曖昧な結論が下され、有罪とは言えないが無罪とも言えないので、佐渡流刑ということになった。都市は、助ともに通じたという噂もあるが、証拠不十分であるとされ、放免された。このことについて、花園は、金利、この趣き、 ことに隠密せられると、うんるんと書いている。河内の解釈によれば、幕府首脳部多数派の意見に反して、佐もだけでも有罪にしたいという延期個人の意向が強く働き、裁定が覆ったのではないか、という。隠密というのは、事件をうやむやにしたい、幕府側から、助智和人をスケープゴートにすることで手打ちとしないかと、持ちかけられ、 後大醐の側もやむを得ず、それを飲んだのではないかという。こうして、真の黒幕が誰なのか真相は解明されないまま、疑惑に蓋をする形で、聖中元年事件は幕を閉じた。西恩寺義こと後大醐天皇、太平記へ巻き第二巻、中宮の後炭寺より、埼玉県立歴史と民族の博物館所蔵。聖中元年事件では、後大醐の側が被害者であった。 それにもかかわらず、神脳政党期によれば、その後、幕府内部に国吉親王派を支持する人物が存在したため、五大悟は幕府に反感を抱いたという。しかし、小中三年三月二十日に、国吉が急成。新たな皇太子として、五大悟は第一王子の御事両神脳を推薦していたが、結局は、寿命院党の和人親脳が立てられたため、大覚寺党国吉派。 大覚寺と五代五派、寺明院等の三者による後継者争いは一旦、白紙に戻った。川内昭介によれば、五代五天皇はこの時点でも、幕府との対立を考えず、五三祈祷をし、関東申出に、西恩寺家の出身で正妃である中宮野の,の西恩寺、吉子との間に御子を設けることで、自身の系統存続の望みをつないだのではないかという。また、京道広美によれば、 五醍醐と吉子の夫婦関係は良好であり、素直に五三祈祷をしたいという意図もあった。こうして国吉皇居からおよそ4年間にわたって五三祈祷が続けられた。しかし、結果として、三子は生まれなかった。また、亀田敏和によれば、安山祈祷と合わせて、西恩寺家の血を引き葬名でもあった第二王子のセラ親王も有力な後継者として目をかけられていたという。しかし、 セラも、また玄徳2年9月に若くして皇居してしまった。こうして、玄徳2年には、国吉の着手である、安人親王など、国吉派が次の大覚寺等天皇になる可能性が高くなってしまった。また、この頃の在位期間の平均である10年も超えたため、寿命院等からの退任要求も強まってきた。この年から、倒幕計画が進められ、 そして翌原徳3年に始まる原稿の乱に繋がるのであるという。本説では、軍記物語、太平記による解釈を基本に、20世紀後半に、日本史研究者の佐藤真一、網野義彦、森茂恵暁らによって発展した経緯を示す。2010年代時点で、いわゆる通説的見解とされたものではあるが、別説で述べたように、2007年以降、 徐々に疑問視されてきている。なお、大平記、特にルフボン系は月日に錯誤が見られ、さらにこの時点では、歴史的に死んでいない人物が唐突に死亡したり、するため、以下に記述する経緯では不可解な展開も見られる。しかし、時系列の矛盾も、倒幕説否定の重要な論点のため、原則的に本文では修正せずにあえてそのまま、 記載し、実証的に明確に否定される点に関しては、注釈で補った。太平記フ本館1、五醍五天皇後知性のことふぶけ繁盛のことによれば、上級の乱で、後鳥羽上皇が、鎌倉幕府に敗北して、以降、代々の天皇は密かに倒幕への意識があったものの、気はなく誰も実行に移さなかったという。鎌倉時代後期、五佐賀天皇の後、皇統は、 大覚寺党と寺明院党に分裂しており、互いの高党から天皇を出しつつも、両派閥で構想を繰り広げていた参照。このような中、文法2年2月26日に戦争して、天皇位を継いだのが大覚寺党の五代醐天皇である。佐藤真一は、五代醐の人物像について、一下のように主張した。五代醐天皇は非現実的な理想論を報じる、先制君主で、 特に総額の大義名分論を進歩し、早朝皇帝型独裁制を目指していた。五醍醐は伝統と先例を無視する朝廷の異端児だった。また、五醍醐天皇は自身の追悟を生前から五醍醐と定めていたが、これは演技、天略の地つまり、醍醐天皇、村上天皇が言ったという理想的な知性の伝説を見習ってつけたものである。五醍醐は、醍醐、 村上の申請に着目し、天皇に口出しをする幕府、陰性、摂政、関白などは不要であり、自身に先制的な権力が集まる政治体制こそ、日本のあるべき姿であると考えた。このような思想のもと、倒幕を志したのである。太平記録本館1、立候のこと不参移度の5曲のことによれば、文法2年8月3日、 西恩寺ミノルの娘の吉子が弱い28で皇后に建てられ、ご期限に受代した。太平記作者は、西恩寺家は鎌倉幕府とのつながりが深かったため、五醍醐天皇は幕府からの評判を高めようと、政治的意図で吉子を皇后に迎えたのだろうと推測している。ところが、吉子は五醍醐から嫌われ、一度も床を共にすることはなかった。 古代後の寵愛はヨ子に仕えていた、あの連習という妖艶な女官に注がれた。連習は皇后に順ずる順三皇の地位を与えられ、ヨ子を差し置いて、正規の皇后であるかのようにみなされた。古代後は、連習の口利きがあれば、能力や功績のない家臣でも、褒美を与え、訴訟でも、利のない方を勝ちとしたので、即位当初は、前世と呼ばれていた政治は、急速に腐敗していった。 森茂暁は、五醍醐天皇の先制君主思想と聖中の変について以下のように論じた。五醍醐の即位時、その皇太子に建てられたのは、同じ大覚寺等の国吉親王だった。寺明院等に対する大覚寺等の完全勝利と言ってよい。しかし、寺明院等のご伏見情皇が、おことが決め安す案で五醍醐を一代の主と呼んだように、 五代悟父の郷田上皇にとっては、五代悟はあくまで中継ぎの天皇に過ぎず、本命は孫の国吉だった。郷田は、現行元年12月に陰性を止め、五代悟が申請を開始するが、これは父を疎んじる五代悟が圧力をかけて、強制的に陰性を停止させた可能性も、否定できない。念願の権力を手にした。 五醍醐だが、大覚寺島冒険に過ぎない自分が、一代の主という、制約を克服するためには、両党鉄律を支持する幕府を倒し、大覚寺島着流と自明院党の双方を、皇等から廃絶するしかなかった。太平記府本館一、中宮の御三五祈りのこと府、都市記に世ろうのことによれば、現行二年春頃、後五醐天皇は、越前望遠館や、 文官房広島ことらの僧侶を集め、中宮の西園寺義子への安山の祈祷をさせた。ところが、三年間、義子に出産の気配はなかった。これは安山祈祷という口実で、実は関東長伏の儀式を行っていたのだという。後代後は、東伯計画が露見することを恐れ、日之助とも、日之都式、史上助、 加山のろ諸方、平清助ら少数の帰影の側近のみと防御し、これに、軍事力として、武士のアスケ・シゲナリやなんと、北霊の総兵らが加わった。都市記は半年ばかりの間、老居と称して、出資を止め、山伏の姿に身をやつして、諸国を案略し、当時の世相を実験し、さらに城郭として、使えそうな用地を探した。現行4年3月7日、つまり、 生中の変の約半年前、五代五五地像の門館は、奈良県般若寺の木造文珠菩薩騎士像という仏像の制作に関わった。阿弥野義彦らの説によれば、これは東枠成功を祈願するための像であるという。阿弥野の主張によれば、門館は異形衣類の輩を率いる武闘派の予想であり、五代五と武士、大衆勢力を結びつける。 仏教界の闇のフィクサーだった。そして、この頃、幕府の高級官僚である伊賀金光は、門館を通じて、五醍醐に忠誠を誓い、そのスパイとして工作活動をしていた。この像も金光が摂取として出資したものである。このように、五醍醐は、幕府中枢部まで力が及ぶ、容易周到な暴略を巡らしていたのだという。詳細は、異形の王権論を参照。 太平記フ本館一、ブレイコのこと不原定分断のことによれば、当時、美濃国に、時よ貞と田地国長という公の者がいて、日野助友と長く遊戯を結んでいた。助友は二人を倒幕側に引き込むために、ブレイコという共演を開催した。主要参加者は、加山の院諸方、四条高助、当院サネヨ、日野都志伊達雄宮美、正吾院長、 方言元気、アスケシゲなりタジミ国長らだった。ブレイコーでは身分の上下、相続の区別なくみな乱れた服装で、珍味や美酒を味わい、薄着根のびき24人が接待した。助ケらはこの共演の間に、倒幕の防御を凝らしたが、幕府から怪しまれないように、玄里氏法院という、災学無双と評判の僧侶を招いた。そして、玄里氏自身には、 当幕計画を知らせず、監視や、漢文の講義などをさせて、学問の集まりであるかのように装った。佐藤新一によれば、同年6月21日、つまり、成中の変勃発3ヶ月前、五代五重心、後の三房の一人の吉田貞房は、当幕計画は、時期尚早であり無謀であると上層文で還元したが、五代五は聞き入れなかった。詳細は、伝。 吉田貞田総長を参照。同年6月25日、五代後醍醐父の後浦上皇が崩御。森茂若月は、マスカガミ、差し口には、祖父の亀山崩御を痛む若はあるのに対し、五代はないことを指摘し、五代後醍醐と父の後浦は最後まで敵対関係にあったと示唆している。太平記フ本館1、内院会中のことによれば、倒幕計画の参加者に、 時雷ンという武士がいた。ところが雷ンはある夜、妻に倒幕の話を漏らしてしまい、さらに妻は自身の父である六原短大奉行斎藤敏行に密告した。雷ンは妻と義理の父に説得されて五代醐天皇を裏切ることに決めた。六原短大は倒幕計画の軍事的主力の時よりさだと多治見国長に怪しまれないように、 摂津国クズ派で当時あった土地紛争解決のための軍団召集という名目で大軍を六原に結集させた。玄徳元年9月19日早朝をうの時、小串の行山本次項を首相とする六原軍3000余期は、二手に分かれてそれぞれ国庁の山上堀川にある邸宅豊里佐田の西木工事高倉にある邸宅を攻撃した。 六原軍と東幕軍の激しい戦いの末、山本事故は、時より定を、小口則りは、田地見国長に自害に追い込んだ。4時間ばかりの戦闘で、手大石人は273人を数えたという。太平記録本館一、助友都式関東下校のこと、不五国分のことによれば、その後、鎌倉から、東市、長崎安光と、南条宗直が上落し、5月10日に、 東幕計画の中心である日之、日野助とも、都市記を捕獲した。時より定らが撃たれた時、一人も生け取りがなく、東幕計画の武家関係者がすべて死亡したので、助とも、都市記は自身らに権利が及ぶ前と高をくくっていたのだが、その隙をついての逮捕だった。同月27日、両人は鎌倉に拘禁されたが、学祭で名高く勝つ。 五醍醐天皇の側近だったので、幕府は世の素シりや五醍醐の怒りをはばかって、拷問はせずに、侍所へ軟禁した。太平気道段落によれば、7月7日、騒乱のために、気候伝は行われず、中後に吉田冬房が国分を出して幕府に下手に出る、ことを五醍醐に進言したため、五醍醐はこれを受け入れた。大名言までの工事戦亡が直視となって、 国分を鎌倉に届けた。幕府の重臣、二階堂道雲は、先例もなく、帝に恐れ多いと主張し、国分の開封を控え朝廷に返すよう、特創法上高時に進言した。だが、高時は何か不都合なことなどあるものかといって、無理に、斉藤俊幸に読ませた。すると、俊幸は突然鼻血を出して、病にかかり、七日間のうち日を吐いて死んだ。人々は、 年之の死は、神仏のたたりだったと噂し、先望の釈明も、理路整然としていたので、すでに五代五への恩慮は決定していたにもかかわらず、幕府は五代五への追求を、急遽取りやめた。俊市は、無罪とされたが、助渡もは、佐渡国に入るとなった。太平記では、聖中の変語の清掃はほとんど語られず、この後、七年後の原稿の乱に、直接飛ぶことになる。 河内説、編集日本史研究者の河内章介は、日本中世の朝廷、幕府体制で、太平記の倒幕説について、以下の疑問点を指摘した。太平記は、上級の乱の以降、代々の天皇は倒幕を志していたとしているが、その証拠は、当時の貴族の日記や文書等には確認されない。太平記では、中宮の西恩寺義子の御三をお願い中の変より前に、 置かれている。しかし、おか正まさおこうちや桃瀬家けの研究により、実際の後さ後ごのりは、せ中元年事件の、後の、火薬元年以後であることが判明しているため、時系列に矛盾がある。太平記では、倒幕計画に、四上た助けと、加算のいもろかたも加わっていたとされるが、それの証拠となる資料は現存しない。平成介については、 花園天皇日記原稿を4年10月30日上に、老を図書をと称して、倉人と頭を持して、老居したことが、花園から不審に思われたことが記されているが、事件への関与は確実ではない。五代醐派がブレイコという宴会を行っていたこと自体は、花園天皇日記原稿を4年11月1日上からも、確認されているが、日記にはブレイコの時に、 陰謀の会議があったことは記述されていない。花園がブレイを非難しているのは、もっぱら風紀、品性の問題であって、倒幕に結びつけているわけではない。そもそも、花園上皇は、五代醐天皇と政治的に対立しているが、ブレイを把握していたにもかかわらず、陰謀を知らなかった天や、寿明院等方にも知られるほど広く認識された、ブレイで陰謀の相談をするのは、 不自然さがある。太平記では、聖中の変で打ち死にした、倒幕軍の兵数が大げさに表現されているが、現実に、聖中元年事件に関わった武士は、田嶋国長、時来優、時来院のわずか三名であり、これで幕府を倒そうと考えるのは、無理がある。最も重大な点であるが、もし五大後が、本当に、倒幕計画を企んでいたのなら、 なぜ幕府はわざわざ五醍醐に配慮して無罪としなければならなかったのか。大覚寺等の静着ではない五醍醐を退位させるのは幕府にとって簡単であり、しかも朝廷でも大覚寺等静着と寿命院等の双方から望まれていることでもあり、幕府が五醍醐に配慮すべき理由は見当たらない。太平記は五大碁に無罪判決が下ったのは五大碁に背いた幕臣斎藤敏之が 新罰にあたって血を吐いて死んだので、幕府公官たちが恐怖したからとしているが、あまりにも高等無形に過ぎ、倒幕説にまともな論拠がないことを大兵器自ら告白しているようなものである。そもそも上落期によれば、史実の斎藤俊之が死去したのは、この事件が終わった後の火薬元年5月である。五座説、編集日本史研究者の五座雄一は、 陰謀の日本中世史で川内昌介の議論を認めた上で太平記にさらに以下のような疑問を加え河地説を補強した。宴会で陰謀非現実的計画密告によりがかいという展開は平家物語の獅子型に事件と告示している。太平記は平家物語を下敷きにした話が多いため、これも獅子型に説話を参考に創作された疑いがある。 根本的な問題点として、もし聖中元年事件が倒幕計画だったのなら、なぜ次の現行の欄まで7年もかかったのあるいは、一度失敗したから、次は7年かけて、計略し、準備を、用意周到にしようとしたのだ、という反論もあるかもしれない。しかし、現行の乱は、実際には密告で発覚し、戦闘開始直後に、 五大碁勢力はすぐに惨敗して五大碁は大き国に流されており、とても7年もかけたような緻密な計画には感じられないという、現行の乱で五大碁が実際に鎌倉幕府打倒を成し遂げ、その後に室町幕府と戦うことになるという未来を知っている。後世の人から見た場合、幕府との協調路線を、それよりも五大碁は即位当初から倒幕に終年を燃やす。 非だ教的な先生君主だったという風うに設定した方が人生に一貫性があり頭で理解しやすい。そのため、後世のイメージが過去に訴求され、成中元年の事件も倒幕計画であるかのように太平記で描かれるようになったのではないかと、御座は推測した。同様の後世のイメージが過去に訴求したという論旨は2017年に亀田敏和も述べている。 東博説は、五代醐天皇の側近の北畠近房が、事件の15年後に表した、人道政党記にも現れている。近房の書きぶりでは、五宇田上皇崩御、五代醐天皇、皇太子国吉親王間の対立が、活発化、国吉側が、幕府の指示を受ける。五代醐が、幕府に激怒、現行4年9月に何らかの運動が露見。 木之助ともル罪の後にタヤみという順序になる。しかし、川内昌介によれば、同時大臣でしかも副讐とはいえ、地下封鎖の記述はそのままうのみにはできないという。まず、郷田上皇が6月25日に放御してから、聖中元年事件まで2ヶ月余りしかない。しかも、五醍醐と国吉の対立は確かに、郷田放御直後から始まってはいるものの、 本格的になったのはこの事件の後であり、時系列を信用することができない。したがって、現行講師の9月の末方、揚々ごとあらあれにしかども、の部分は、五浦放御の直後につなげるしかないが、そうすると、今度は、御醍醐が幕府に敵意を持ったという記述が、倒幕運動である、清中元年事件の後になってしまい、地下不の論理は矛盾してしまう。よって、 人狼政党期によって、生中元年事件を、倒幕計画と考えることはできないという。近藤夫婦は五大五が倒幕を目指した理由について、こういう継承問題説をとっているわけだが、上記に述べたように、これは、生中の返答幕説とは、時系列に相入れない。逆に言えば、生中の返答幕説は疑わしいので、後に、五大五が倒幕を目指した理由の一つが、 地下ふの言う通り、後位継承問題である、可能性は高くなってくると河内は主張する。地下ふがなぜ小中事件倒幕説を書いたのか、不可解だが、河内は想像ではあるがとしつつも、五醍醐天皇が、現行の乱で倒幕に成功した後に、五醍醐自身が、実は、聖中の変も、倒幕運動だったというような発言を地下ふに、したのではないだろうか、と推測している。 作者は、貞房か否か、編集成中元年事件の説明として、いわゆる、吉田貞房相乗という、五代五天皇側近、後の三房の一人吉田貞房が表したという説が、ある文書が用いられることがある。この文書の著者が相乗した相手は、亀山院の子孫で、戦闘及び、武家と対立関係にあり、兵格で、曹操を志す天皇である。無論、これは、 五代五天皇しかない。著者は、この、早々の桑立ては、時期少々で敗北に終わるであろうと五代醐に警告し、自運を待つように進言した。川内昌介の主張では、この文書の著者は、定房ではない上に、聖中元年事件ではなく、現行の乱の時に書かれたものではないかという。河内は、年月日、作者不明の上に、 厳密には相乗そのものではなくその覚書であるため、冒創上覚書という呼び方が適当ではないかとしている。相乗の原本は覚書作成の時点から去年6月21日に五代語に提出された。通説では、この去年とは元王2年、小中元年、元徳2年説などがある。しかし、河内はこの年代特定には2つの問題点があるとしている。 第一に、元王二年説と、青中元年説は、青中元年事件が、倒幕計画であることを前提の一つとしているため、倒幕説そのものを論じるときには、その信頼性が揺らぐことになる。第二に、これらのすべての説が、作者が吉田貞久であることを前提としている。村井翔介の元王二年説と、佐藤真一の青中元年説は、 第八条の革命の今時という文言について、それぞれ親友革命と格子側例を当てたものである。しかし、河内は、これは考えすぎであり、ここで言う、革命は国家創造という以上の意味はないであろう、としている。作者貞夫フ説は、小野久と松本修司、村田正志らによって提示されたのが始まりであるが、その根拠は、吉口伝いに、貞夫フは、 五代醐天皇の陰謀をたびたびいさめ、直言を何度も挙げた中心であった等々と書かれており、相上覚え書きの内容と一致することや、早々のことといった言い回しが類似している点が挙げられる。しかし、河内は、吉口伝いは貞房が、作者の候補である有力な論拠にはなるとしても、他にも直言を挙げる家臣がいた中で、なぜ特に、 サダフサのみに限定されなければならないのか疑問を提した。サダフサ以外の作者候補者推定、編集も視聴者がサダフサではないとしたら、いつ誰が暴走状を覚え書きを作成したのかについて、河内は以下の主張を行った。文書の第10条には、後醍醐の仮想敵として同じ高等の大覚寺党内で争った。 国吉親王は言及されず、自明院等の三代目と四代目が挙げられている。後位継承順で言えば四代目は、花園上皇だが、花園は、中継ぎの天皇なので、実際は、自明院統政着の四代目である、和人親王の方を指していると考えられる。とすれば、この文書の作成時期は、国吉が皇居して和人が立体死された、火力元年以降となる。抜によれば、 相上の原本は、五代醐天皇が所持しているはずだが、噂では、戦闘が差し押さえてしまったという。覚書の著者は、原本が出てくるのを望んでいるが、それがありそうもないので、旅縮のみではあるが、必死に原本の内容を思い出してこの覚書を書いたのであるという。このような事態が発生するのは、原稿の乱で、五代醐が京都を離れた原稿元年。 原徳3年9月以降しかない。つまり、五代五出教後、五不見はその文章を差し押さえた。五代五に仕えていた著者は幕府に捕獲され、尋問を受けた。著者は自分が倒幕反対派であり、現行の乱には潔白であると弁明するために、幕府にこの覚書を提出したのだと考えられる。聖中の変、吉田貞夫左折に代わる具体的な否定として、河内は、 以下の可能性、計8人の候補者を提示している。なお、佐田夫さは、現行の欄においては、最初の密告者となり、幕府の尋問からは、逃れているので、河内説では、自動的に候補者からは、外れることになる。河内説への反応、編集以上の河内翔介の暴走状を覚描書きに対する議論について、小座優一は、正しいとは、断言できないがとしつつも、 非常に説得力のある見解と述べ、少なくとも、佐藤真一、村井正介による通説が大きく揺らいだことは確かで、あるとする。また、仮に、村井説の通りに、佐房が、五大碁の倒幕計画に改めて区切りを刺すために、五大碁へ当てて、覚え書きを書いたのだとしたら、京都で書けば良いもののわざわざ、旅宿で書いたという意味が通らない。そのため、村井の佐田作者説には、 疑問がある、と河地説を補強した。そして、結論として、成中元年の事件では古代語は冤罪であり、原稿の乱が最初にして、最後の鎌倉幕府倒幕運動だった可能性は、高い、としている。主張、編集原稿4年3月7日、つまり、成中の変の、約半年前、古代語ご地蔵の門館は、奈良県般若寺の、 木造文殊菩薩騎士像という仏像の制作に関わった。この仏像の新名牧署名には、神奈川聖主五眼成就のためとある。1960年代から、杉山次郎、森山清真、岡見正浦は、この像は神奈川聖主の野望、つまり五醍醐天皇の倒幕計画の成功を祈願して、制作されたのではないかと主張した。日本史研究者の網野義彦は、 異行の王権で、この論をさらに一歩進め、仏像の施主である、前伊勢守藤原金光が、幕府の高級官僚である、伊賀金光と同一人物であろうと推測した。こうしてみると、聖中の変とは、在野の異文子が五醍五に加わった、という程度の小規模の計画ではないことがわかる。それどころか、幕府の数用にある官僚さえも、 五醍醐への患者として加わっていた、容易周到な計画であった、という。アミノの主張によれば、門間は異業衣類の輩を率いる、武闘派の予想であり、五大碁と武士、大衆勢力を結びつける、仏教会の闇のフィクサーにして、異業の僧侶であり、金光もまた、門間を通して、五大碁に通じたのだという。反論。 研修こうした異形の王権論に2006年仏教美術研究者の内田圭一は門官房広志と美術で反論を行った。そもそも像の本文ではまず、初菩大心と書かれており、これは最大自流の文殊菩薩の造流目的としては自然で、これがあくまで第一であると考えられる。また、美術的作例としても像の作風に特に変わったところはなく、 洋装であるとか、あるいは幕府長伏であるとか言ったような特殊なものとは考えにくい、という。また、新言、立宗の回祖である英尊にも諸願意に成長案論を掲げたものが多い。英尊は五大後醍醐の祖父である亀山天皇からも崇敬を受けた構想である。したがって、英尊の弟子の弟子にあたる門官が五大後醍醐に起用されたのは自然な流れであり。 そこに形成を読み取ることはできない。映像からの流れも考えれば、金輪聖書五眼成就とはあくまで、天皇神聖あるいは広く、一般に王法の繁栄と成功を主たる目的である、初母大臣への追記として願ったものと考えられる。そこに、幕府打倒のような大きすぎる意味を読み取ることはできない、という、ありがとうございます。